どうもー、鳥の爪団総統です。ホラーゲーム企画から説明第277弾はこちらのゲーム、パッセージオブマッドネスやっていきたいと思います。こちらのゲームはですね、目ん玉を転がしていくクソゲーです。というのもですね、一回見てみようか、一回見てみようなさ。ということでやっていきましょう。これでこいつらをかわしながら、あー落ちちゃったか、落ちちゃったかっていうゲーム。なんかチャリ走とか思い出すんだけども、ただ目ん玉を転がしてあの触手からかわしていって、よし中央突破、よしいいぞ、次どこ壊されるかっていうのを見ながら、右側から右側だったらいけるね。よしよしいいよいいよ、だいぶ距離伸ばしてる。でもこれ距離の計算とかも何もないよね。画面に出てないってことは多分何も計算されてないんだろうね。どこまで転がったかをひたすら自分で数えていくのかな。あーやばいやばい、それは無理だわ。クソゲーだわー。ジャンプとかもないです。ジャンプとかもないし、スピードアップとかもない。もうなんか自分でこの、あー繊細な動きをね、ただひたすらしていくだけ。いやこんなんさ、1、2分で飽きるだろ。危なっ危なっ、よしよしよし。めちゃめちゃ危ない時ある。よしよしよし、いいぞ。でもなんでさ、作者はこの目ん玉をひたすら転がそうと思ったんだろうね。新しいどっかのステージとかにさ、行ったりとかすることあんのかな、どうなんだろう。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ、意外といけてる。あこれまずいかな。あよし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 、こっち側が壊される。あちょっと大きめに壊されたね。危ない危ない危ない、こっちが行けるでしょ。うん、で一回中央に戻って、こうなんか別のステージ行ったりとかしないのかな。あー落ちたかー、落ちたかー。なんかステージの雰囲気が変わるとかもないんだろうね。もうひたすらこの通路をね転がしたかったんだろうね。こんなんさ、これを実況しようって思った人も多分世界的にもうごくわずか。もうこれだけだもん、だって要素。ああダメダメ、集中力が足りんぞ、集中力が足りんな。ひたすら俺の集中力を試してくる、そういうゲームだろうなこれな。ああそれ無理だろ、それ無理だろ。そんな無理だろ。こう音楽だけ壮大にしとけばね、なんかそれっぽくなるみたいな風潮。いやでもなんかやっぱインディーズゲームの面白いところは、こういうある意味わけのわからないクソゲーみたいのもたくさん出てくるところですよね。それがやっぱこうフリーホラーゲームの面白さというか、なんかもう本当に、ああ個人制作全開って感じの。いいよな、こういうのがいいよ。危なっ、いやいや耐えきれないな、踏ん張る力がないこの目ん玉には。まあ目ん玉に、よよよよ、積んでる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 。何それ、開幕からつましに来るの何なんすよ。せめて一箇所通れるところ作ろうよな。これさ、でも目ん玉を転がしてるからホラーゲームとして一応成立してるじゃないですか。触手がねバーンと襲ってくるっていうあたりもなかなか怖い感じの演出にはなってるけども、これさ今流行りのタピオカを転がして、で下をなんかポップテイストの原宿系とかにしたら JK に流行るんじゃないかね。無限にタピオカを転がすっていうのこれやったら流行るんじゃない、なんかねアプリゲームとかで。絶対無理か、あ危ねえ今の、危ねえ、何所行ったんじゃない今の、何所くぐり抜けたの。右側危ないからこっち側からの一回そっち、よしよしよし、うわ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 、よし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 、上手くなってる上手くなってる上手くなってる。確実に上手くなってるぞ。あそれまずい、それまずい、うわということで今回はひたすら目ん玉を転がす動画でした。9月になりましたけど皆さん体調とか崩してないでしょうか。季節の変わり目にねなってきますんで体調管理には気をつけてくださいね。ということで今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。